あの鍋屋さんの隣やし大丈夫やろ。はいどうもボンボンです。実はこの大阪西成にマグロの刺身が仰天するほど安いお店があるということで行ってくるで。もういろいろなんかスピリチュアルが趣味なのかな、マスターは。天然のエンヒレ。正解は番組の中盤で。一杯目いきます。それでは今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。寒い日もキンキンの体中。4件目だ。もう10杯ぐらい飲んでる。偶然あの YouTuber さんにお会いしました。のみのすけさんとやさぐれ姉妹のさーちゃんさん。とりあえずこれですか。これほんまにいけるんですか。これあの QR コード、これいけますよ。これ視聴者さんが作ってくれたんですよ。すごい。ちょっとこれ1回いいですか。ほんまにいけます。多分伸びてへんかったら太ってるから伸びてる。あ、すいません、ちょっとピントが合わない。悪い。お久しぶりです。マスター、これは何かスピリチュアルの趣味が終わりなんですか。50年以上前から家にあったの。そんな歴史がある。触ってもいいんですか。ベトルト小学校。触っとこう。あ、すいません。うわー、ありがとうございます。一品目やってきました。マグロの刺身、なんとこのボリュームで350円です。うわー、一人で食べれるかな。拾いに来た。センターいただきます。なんかご飯もらってマグロ丼にしたいぐらい。その前はワルキさんのブランドで、はい、会社さんの隣、今駐車場になってるけど、はい、ここが1軒目で、その時は17年前ぐらいだけど、チューハイ70円。チューハイ70円。生ビール150円ぐらいでやってる。山芋鉄板、牛ホルモン、あと焼きそばが入ってる。あ、思いました。外にあの焼きそばだけ書いてるんですか。なぜあの焼きそば。焼きそばしたい。あ、そうなんですか。焼きそばだけでいきたい。そういう思いがあったんですか。じゃあ締めは焼きそばですね。とりあえず山芋の、はい、はい、お願いします。噂によると焼きそばがすごい量らしいですよ。でもまあ締めに食べたいんで、だって外にね張り紙してるぐらいなんで、唯一張り紙してるのが焼きそばなんで。山芋のするいい音がするわ。あの音で飲めるのか。あの洗濯バサミに挟まってるの何かと思ったら、かな。そのままついでくださったんで、マスターお酒パンパンですけど大丈夫ですか。ダメです。あ、いや、私は嬉しいです。得した気分です。2杯目も乾杯。山芋鉄板480円です。マスターが一番目におすすめしてくださっただけあります。すごいボリューム。女性の中でも手大きい方なんですけど、手のひらサイズより明らかに大きい。今のところ注文2品ですけど、どれも量が多い。赤
食感とシャクッと食感があってこれはたまらん。甘いも何センチ分やろ、1トン分これで480円も安すぎよ。だって480円で他の居酒屋さんやったらこの半分の量ですよ。店内は10名ちょっと入るんですけど、マスターがワンオペでされてらっしゃるので状況によっては入れない場合もありますのでご了承ください。しかも料理は作り置きじゃなくてオーダーが入ってから作られるので全部出来立てでいただけるんですよね。出来立てほやほやの美味しいものをいただける、これはポイントが高い。体脂肪、体脂肪のラベルが目に入りましたけど、次追加したの焼きそば。そうです、ありがとうございます。280円の量じゃない。すごい野菜たっぷり。そりゃ外の張り紙するわ。自分で作った焼きそばってこうあんまり食べたいと思わないですけど、お店で食べる焼きそばはやっぱ美味しい。具材はキャベツ、人参、玉ねぎ、ピーマン、ネギに豚肉。なかなかお腹いっぱいよ。僕がちょうど見知られても2、3人ずつみたいな。よし、ぜひ皆さん見つけてくださいね。ということで本日は大阪西成にある筑豊屋さん行ってきました。食べたで全部あの価格でこのボリューム、ガチで安うますぎよ。こりゃ他店の方も通う理由が分かりますね。安くて新鮮なものをいただける筑豊屋さん、ぜひ皆様行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。マグロの刺身350円で食べたいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしく筑豊屋。定休日は日曜日、営業時間は12時から19時です。それでいいんじゃん。